というわけでね、今回はこちらでして、これがね50円のねで、販売されている、カゴでございます。でこれのところにまああれですよ、カゴの中にこう入れてね、まあ入れるものでございますけども、まあ、なかなかこういう感じのやつもね、まあ洒落てていいんじゃないかなっていうふうには、思う品物ではあるかなっていうふうに思いますよね。でこの何とも言えないね、この竹かごの、感じと、まあ網目の感じがね、なかなかいいなと、素敵だなっていうふうに、感じまして、これはね、あれじゃないかな、いいんじゃないかなと思いますね。今はほら、なんかプラスチックとか安っぽい素材でできてるから、こういう風な、一つ一つ、竹目で編んでいくっていうのはね、なかなかないんですよね。で、それで、骨董のね、人も、まあ言ってたんですが、こういう竹かごっていうのは、色が年月が経つと、経つほど色が変色して変わっていくんですね。でそれがまたそのなんていうのかな、よりなんていうのかな、こう変わっていくというかね、よりそのあの変わっていって、でそれがこうまあいい味わいになっていくんですよね。でまあ竹かごっていうのは、まあ年月が経つば使えば使うほど色味が増してきて、まあ味が変わるっていうか色が変わっていくっていう、そういうところが竹かごをまあ使用していてとね、いいなというふうに思いますよね。でそれでこう何とも言えないね、いい、味わいでそのよさというか、色合いっていうかね、そういったのがいいなっていう感じです。というわけでね、どうもありがとうございました。